皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは一瞬で成功思考に変わる一択思考の進めについてをお話ししてみたいと思います。はい、一択思考っていうのは何ぞやって思う方もねいらっしゃると思うんですけど、実はこれにはエピソードがあります。というのがですね、私は、コンサルタントとして、ロジカルな側面、いわゆる数字とか、データの方から皆さんを指導するケースと、感情的な側面、マインドの方の側面からその人の内面的なブロックとか、あと思考癖を取り除くときには、カードリーディングっていうのを使いながら、結果としてコンサルの領域に入っちゃうんですけど、カードリーディングとかね使いながらお話しするケースがあるんですよ。でこれのいいところっていうのが、そのご自身でも思ってなかったアプローチ、当然私も思ってなかったアプローチ、データでもないし数字でもないロジックでもないところから来るアプローチで、共通の認識を持って解決をしていくっていうので、人によってどれを混ぜながらとか、こっちだけでやるケースもあるし、こっちだけでやるケースもあるんですけど、とにかく解決すればいいので、その両側面から見ていくケースが多いんですね。で、ここ最近、ちょっと皆さんのね意識思考とかがビジネスの方からだけじゃない側面で見てあげた方が解決が早そうだなっていうケースが増えてきたので、ちょっとリーディングをねやるのを、少し人数増やしたんですよ。ちょっとキャンペーン的にやって 4,50 人やったかな、ちょっとちゃんと正確な人数覚えてないですけども。でそれで久しぶりに連続でいろんな方をやっていったら、思考癖と考え方の癖が見えてきて分かってきて、で成功したいんならやっぱりそれを一瞬で変えた方がいいよねって思ったことがあったので、今日はそちらについてお話をしてみたいというふうに思います。はい、では一瞬で成功思考に変わる一択思考っていうことについてねお伝えしたいんですけど、それは何かっていうと、A か B かっていう2つの選択肢を持つんじゃなくて、 A がやりたかったらもう A をやると決めた上でその手段どうしたらいいのっていう考え方に変えるということです。はい、具体的な例を挙げると、例えばそのリーディングでやるときに、リーディングってちょっと占いっぽい要素が入ってるからそういうことになっちゃうと思うんですけれども、仕事を、じゃあ例えば大きなね人生の岐路で仕事、そうですね、パートとかじゃあやってるとしましょう。教室会議をしたいとします。でパートをこのまま続けるべきか、思い切ってその教室業をやるべきか、どっちがいいかを見てくださいみたいな雰囲気のものもあれば、会社を辞めていいのか良くないのか見てくださいみたいなものとかあるんですよ。でもですね、本当の意思っていうのは基本あるんですよね。だって教室業のコンサルタントに相談をしている時点で教室業をやりたいわけじゃないですか。だから辞めたいんですよね本来は。なのに、二択で私に聞いてくるわけですよ。パート辞めてもいいか、辞めないで続けるべきなのか。確かにそれ期限をつけてみるっていう場合にはありですよ。何年までは辞めない方がいいとかっていうのは見れるんですけど、そもそも論で教室業をやりたかったんだからパートを辞めたいっていうのはもう決まってるわけなので、それを辞めていいのか辞めてよくないのかっていうふうにもしもリーディングで聞いたとしたら、辞めなくていい、ないしは辞めるなという回答が出る可能性があるんですよ。でその時にその人はどうなると思います？辞めなくていいっていう回答がありって受け入れられるような聞き方をしているんだったらありなんですよ。本当にもうどっちでもいいから、分かんないから道決めてくださいみたいな時だったら別にいいんですよ。五分五分でやめちゃダメですっていう答えが出ても、あそうなんですか、じゃあ頑張りますっていけるのに、大概もう答えはやめたいんです、そうやって聞いてる時には。だとしたら、やめるためにどうしたらいいのか、やめた後自分はどうやってやっていったらうまく教室が回せるかっていう一択はもう決めた状態で、そのためのルートを探すないしは
そのための必要な手段をどうしたらいいかを考えるという思考にした方が進みがうんと早いし、これはリーディングをするしない以前の問題で、自分でいろんなことを考えるときにも、同等のやるかやんないかっていう選択肢で決めようとするとやらないっていう選択肢も残っちゃうんですよ。だけどやるんだよ。だけどどうするかっていう3つの方法のどれかって言ったらもうやるっていう最後は決まってるからやることになります。このあたりの思考がうまくいく人とうまくいかない人ははっきり分かれてますね。問いかけがすでにそう、うまくいくかいかないか教えてほしいですとかいう人は委ねちゃっていいことになるわけですよね、私の回答に。そうするとダメですっていう回答だって出る確率が出ちゃうんですよ、カードだから。まあ、カードだからって言ってもその人の本人の潜在意識が引いちゃうんですけどね。だからそれを選択肢を本当に成功したくってその道だけに行きたい時には2つ選択肢を残しちゃいけなくって、2つの選択肢でめちゃめちゃどっちでもありだよねって悩んでる時にはそういう聞き方で OK です。それこそコインの裏と表レベルの話なので、コインの裏表レベルの話の時には実はもうちょっと深い話で言うと、その人がその道を本気で選んで決めたと自分が納得できるんだったらどっちの道を選んでもその人って幸せになれるっていうデータが出てるんですよ。 A を選んでたらよかったとかいう後悔をする人、 B を選んだ時にね、ないしは A を選んだけど B の道もあったんじゃないかって後悔するタイプの思考の人はどっちを選んでも不幸になるんです。だけどどっちを選んでも幸せになる人は、いやこの道でよかったよし行くぞって言って誰かに言われたとしてもそれを自分が納得して受け入れられるタイプの人は幸せになれるんですよ。だから幸せの軸は自分が決めると決めている人はどんな答えが出ようとも幸せになれるんです。そういうタイプの人はね、まあ、何なら委ねてもいいんですよ。それこそコインの表か裏でどっちでもいいから、そういうタイプの人はなんですね。だからそもそも私にリーディングでやめていいかどうかが知りたいとか、あとは教室業を立ち上げるんだけど成功するかしないかを見てほしい、もうこの時点で成功しない確率残しちゃってるんですよね。だから思考変えた方がいいんです。もううまくいくための道筋知りたい、だからうまくいくのが前提になってるんですよ。行かない選択肢をなくす、だから一択思考なんです。で私は基本的に一択思考で動いていて、二択の時にはねどっち転んでもまあ大差ないなっていう時の、まあ、自分でほとんど決めるんでね、もう娯楽的にどっちかっていうので誰かに遊び的にね頼んで決めてもらう、人生のことは絶対自分で決めるんですけど、そういう時にはそういうことしたりしますけど、基本的には一択ですね。これをやる、だからそのためにどうするか、だからやることは決まっている、だからそこに向かってどう動くか、その手段はどれだっていうことから探す人なので、それができるかできないかはやらないとわからないから、できる前提で動いて、やれなかったら、うまくいかなかったらまたうまくいかせることができそうな人に相談してみるとかいうことで、やるうまくいくっていう最後は全然変わらない感じなんですよね、はい、だここのね思考の違いがすごく現れるなと思ってて、うちのメンバーでうまくいってる人は皆さん自分を信じてるし、うまくいく、もうこうなるって分かってるっていうためのルートを私に聞いてるだけなので、そういう答えてます。私自身もその思考です。うまくいかない人はそもそもうまくいかない確率を自分で作っちゃって残しちゃってるんですよね。だからうまくいかない確率があるってことはそっちに転んじゃう可能性もあるし、あとその可能性を残すことによって自分に言い訳を残したいタイプの人は2択でうまくいかない可能性を残します。要は自分で自分の人生に責任を取れないタイプの方ですね。失敗したけど あの時失敗の確率もあったからという言い訳を残しておきたい。でも一択は成功するっていう一択しか残さない人は成功する一択しかないんですよ。ということは成功に向かってひたすら諦めずにやるしかないから成功しちゃうんです。
このあたりがね、逃げ道を残すか残さないかっていうのはすごく大きな分かれ道になって、その選択を何回も何回もしてて毎回成功する道しか選ばない、一択だけで行ってる人は当然ですけどそればっかりで行きますけど、二択に分かれて失敗する方を選んじゃう人はその失敗からまた違う道を選ばないといけないので失敗街道のループに入っちゃうんですよね。だから選択肢二択にしない方がいいです。はい、一択です。うまくいく以上そのためにどうする、それだけみたいな、そういう選択ができるようになるとどんな道を選んでも幸せになれますね。自分軸で決めてるから、だから成功志向に変わる一つの方法はうまくいかないという選択肢を残さないっていうのがポイントになるなっていうのを最近いろんな方とお話をしていて、かつあとうちのクライアントさんの中でもうまくいってない人といってない人の思考の考え方の違いっていうので非常にそれを感じるなと思いまして、そんなお話をしてみました。ということで本日のポイントです。一瞬で成功思考に変わる一択思考のおすすめについてですが、一択思考は2つうまくいかない選択肢を残さないということです。うまくいく一択、それだけで、ノウハウというか方法論だけを考えるっていう思考の方が全てうまくいくので、ぜひ2つの思考を残したがるタイプの方はぜひこのあたりをね変えていただくだけで随分変わるんじゃないかなっていうふうに思いますので、そんな検討してみてください。よろしくお願いいたします。それでは。